伝道吉野博士、若い娘が我が家の鉄の扉を叩き、神についての福音の書を読めという。勇気を振るい、私はそっけなく答える。買っても読まないでしょうし、せっかくですが。微笑んだ娘のまっすぐな眼差しにあって、私の方が目を伏せる。申し訳ないが、そう言って私は扉を閉じる。神を私も知らぬわけではない。神を懐かしんでいるのは、娘さん、君より私の方だ。けれど、どうして君はこんな汚辱の世で美しすぎる神を人に引き合わせようというのだ。拒まれながら次々に戸を叩いてゆく硬直な娘に、なぜか私は腹立たしさを覚える。私なら神を信じても人に神を信ぜよとは言わない。娘さん、どうして君は微笑んで世の中を、人をまっすぐ見つめるのだ。ここは重い鉄の扉ばかりの団地だ。君はどの扉へも神を忍び込ませることができなかったろう。君は目の前で次々に閉じられる重い鉄の扉を黙って見ていなければならなかったろう。娘さん、私は神が必要なのに、私は言った。買っても読まないでしょうと。